どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾です。今日はね、何をお話しするかっていうと、あ、ごめんなさい、ワンちゃんの紹介ですね。こっちがね、黒ラブのベスちゃんと、こっちがね、バハニーズマウンテンドッグ、バハニーズの、ナナちゃんですね。はい、というわけでね、今日はこの2人と一緒にやっていきたいと思います。で、今日はね、何について話をしようかなと思うんですけど、ワンちゃんのね、無駄吠え、吠えですね。で、こんな風にね、接すると、吠えやすくなりますよっていうことを、今日はね、3選挙げていきたいと思います。まずね、一番最初、これね、もう皆さん分かっててっていうよりね、もう世の中でもよく言われてるんですけども、お散歩ね、うちの子はね、例えば小型犬でちっちゃいからとか、ね、あとはお仕事の都合でね、朝と夕方やっぱ難しいからお散歩に行かないよっていう方ね、お散歩に行かないっていうのはね、非常にね、吠えたりとか、まあ、吠えるに限ったことじゃないですけど、甘噛みとかも出やすいんですよね。なんでかっていうと、興奮をね、やっぱりね、ものすごく高めます。で、本当はね、噛んだりとか吠えたりっていう行動もね、なんだっちゃんね、それも、実際は、興奮からね、来る行動なんですね。なので、ワンちゃんを吠えさせないようにしようってなってくると、興奮をね、極力させないっていうことがね、非常に大事になってきますね。例えば昼間、お留守番して日中家の中にずっといて、なおかつお散歩に行かないなんていうパターンになってくると、ものすごくね、吠える子たちが多くなってくるのかなと思いますね。なので、本当はね、自分たちもいっぱい遊んであげたりとか、いっぱいお散歩行ってあげれば、それだけでもね、実はね、吠える回数、吠え方、吠える長さね、だいぶ変わってくるんだと思います、本当はね。ただ、難しい方もいると思うんですけど、前にもね、自分動画でちょっと説明したんですけども、お散歩、まあ、行ってもらうのがね、もちろん大前提ではあるんだけども、お散歩に連れてくの難しいよっていう日があったりとか、今日ね、朝と夕方両方行けるんだけど、夕方は短い時間しか行けないから、じゃあいいかなってなっちゃう時もね、あると思うんですけども、必ずね、朝晩最低限ですよ、最低限、外には出すようにしましょうと。5分でも10分でも家の周りくるんでもいいからね、必ず1日2回外に出すっていうことと、本当はね、日中ちょっと遊んであげる時間取れるんであれば、それが一番ベストかな。やっぱ取ってあげないと、この子たちの場合はね、ある程度5歳とか6歳とかもう大人でしょって言ってもね、基本的にはね、やっぱり子供と変わりません。なので、その辺をね、我慢させようじゃなくって、我慢させる前にはね、しっかり運動を取らせてってあげた方が、ただね、それやってあげるだけでもね、かなり吠える感じは違ってくると思います。2つ目、ワンちゃんのね分かった分かったな、ワンちゃんのね、言いなりになっちゃうと、吠える行動増えます。例えばね、吠えてたらご飯あげるとか、吠えてたらお散歩に連れてってあげるとかね、ボール持ってきたら、例えば、遊んであげるとかすると、遊んでほしい時にね、やっぱり吠えるようになったりとか、あとはね、遊んでもらえない時にね、吠えるようになっちゃったりとか、ワンちゃんの場合はね、ここだけっていうことが分かりません。なので、ワンちゃんの言うことを一つ聞いちゃったりすると、何でもね、自分の思い通りになるのと勘違いして、いろんなところでダダをこねますね。このダダをこねられる行動っていうことが、まあ、人間でいうところの、問題行動っていう形になってくるんだと思いますね。なので、ワンちゃんたちのね、興奮を減らしていこうってなってくると、例えば今はいいんだけど、ね、この時はダメだからねっていうのはワンちゃんには分からないので、極力ね、人間主導で、まあ、よくね、ご飯だったりとか、あとお散歩、ね、時間を決めちゃいけませんよってよく聞くと思うんですけど、時間を決めるとね、ワンちゃんがその主導権を握りたがりますね。なので、そこをね、なくしていってあげると、吠えるのはかなり違ってくるのかなと。で、3つ目、これもね、ある程度多いと思うんですけども、警戒心で吠えちゃう。例えば人とかね、他のワンちゃんに会った時に吠えちゃいますよっていうことがあったりすると思うんですけど、例えばね、それもよくトレーナーさんの言うところで言うと、まあ、例えばね、人やワンちゃんの接触を多くしてってあげて、慣らしてってあげる。まあ、これはね、子犬の頃はもちろん有効だし、大人になってからもね、少しずつ慣れてくれる個体の子たちももちろんいます。ただね、問題になってくるのが、しっかりコミュニケーションをちっちゃいうちから取らせてたのに、うちの子吠えるようになっちゃった、なんでだろうっていうのありますよね。で、まあ、ワンちゃんもね、成長に応じて気持ちが変わったりっていうことはよくあることなんですよね。なので、
無理にね、慣れるっていうことが全てじゃなくて、もちろん慣らしてあげようかなとか、ちょっとワンちゃんと一緒にいて吠え方が違ってくる、吠え止んでくるとか、改善が見られる場合は慣らすのもありなんですけども、もしね、うちの子頑張って慣らしてるんだけどなかなか慣れてくれませんっていう時には、慣れたらラッキーぐらいでね、もちろん長い時間長い目を見てやってってあげるのが一番いいんですけども、ただ基本的にはただね吠え止むのを待つんじゃなくって、しっかりねトレーニングを入れてあげるです。おいでおいで、あさりしてな、生まはい、ありがとうございますね。こうやって人の言うこと指示聞けるようになってくると、それだけでもね吠える場面ではかなり有効になってきたりとか、吠える回数自体も結構ね減ってくるような印象があります。なのでよくね吠えるで困ってトレーナーさんのとこ行ったのに、なぜかねお座りとか待ての練習するとかっていうのを感じることもあると思うんですけども、それもねワンちゃんの興奮テンションをコントロールするために必要だったりとか、あこの子たちの場合はねもう犬に対しての警戒心を慣らしていくっていうのは難しいなってなったら、もう警戒心はもうしょうがないから、どんな場面でもね人の言うことを聞けるようにっていうことを優先的に教えていってあげると、違ってくるのかなと思います。はい、というわけでね、ワンちゃんたち ね悪気はないんですけども、この子たちの、人に対して要求してくる手段っていうと、まあ大体ね吠えたりとか飛びついたりとか甘噛みしたりとかね、まあ、もちろんね、ワンちゃんだから動物流のアプローチになってきますよね。なので、ぜひね、皆さんもですはいで、ね、ワンちゃんたちとの日々ね生活していく中でやっぱりね困ることちょこちょこ出てくると思います。で出てきてから直そうとすることももちろんね大事なんだけども、一番はねやっぱり出さないようにしてもらえしてもらうのがやっぱり一番いいのかなと思うのと、あと慣れさせるっていうこともチャレンジはしてあげなきゃいけないし、長い目で見てあげなきゃいけないんだけども、メスちゃんはいで、あさりね、ただ、ちょっとねうちの子ね慣れるの難しいかなって思った時には、トレーニングに切り替えてあげて、ワンちゃんと遊べるとかね、人と遊べるとか人大好きっていうことが全てじゃありませんね。人がそんなにね得意じゃなくても吠えないでいられるだけで違います。ただ我慢の仕方はね、我々がトレーニングの中で教えていかなければいけないのかもしれませんね。ワンちゃん吠えなくなると一緒にね、生活してる中でいろんなことが楽になって、一緒にね、生活していく中でいろんなことが楽しくなってくるんだと思います。ぜひ皆さんもね、ワンちゃんたちのことをよく理解してあげてね、ただ単にうちの子吠えてて我慢させようとか、吠えるのやめさせたいっていうだけじゃなくって、なんでうちの子吠えてるのかな、どうしてったらいいのかなっていうところまでね、目を向けていただけるとねいいのかなと思います。特にね、自分たちトレーナーさんだとね運動が足りてないよって言われると、皆さんもねなんかお散歩行ってないんじゃないって疑われたようなね、なんかちょっと嫌な気持ちになることもあると思うんですけど、そういうことじゃなくてね、一個体として熱量はみんな違って、例えばねトイプードルの子でも、まあ、10分15分ぐらいでお散歩足りる子もいるし、30分ぐらいで足りる子もいるし、1時間歩いてきてもまだまだ元気っていう子たちもいますので、ぜひ皆さんもね自分の子たちに合わせてアプローチしてみてはいかがでしょうか。はい、座れ、座れ、はい、よし、はい、よし、ね、はい、リコさん、よし、よし、ね、皆さんもね、いろんなおもちゃ、ワンちゃん用のおもちゃもね、いろんなものがあったりすると思うので、ワンちゃんのね、好きなように、ベス、座れ、合わせて、はい、よし、ね、投げてあげたりとかね、楽しく遊んであげるとワンちゃんとも違いますし、こうやってね、噛んで遊んでる、まあ、ごめんなさい、見えませんね、もうちょっとカメラ下にしようかな、あれよいしょ、はいはい、そう持ってきて、ベス持ってきて、はい、いいね、はい、よしよしね、いろんな方法でね、発散測ってってあげると、ボールもね、もちろんいいんですけど、ボール以外にもね、自分これ骨型みたいな、こういうね、ワンちゃんの骨みたいな好きなやつみたいな、こういうの遊んであげてもね、取りに行ったり持ってきたりしていくうちに、ななちょうだい、ちょうだいね、はい、よしね、ワンちゃんたちもね、ストレスの発散を図れるようになってくると思いますので、どうしてもね、暇してるとね、吠えるっていう行動強く出ると思いますので、最初はね、遊ばせてあげる発散が大事ですからね、ぜひね、皆さんもね、お家ではワンちゃんたちとね、どんどん遊んであげるようにしてみてくださいね。ベス、ちょうだい、いいね、よし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 、ね、動きが不規則だからね、普通のボールよりちょっと面白いと思うんですよ、ゆっくり、ね、よしよしよし、なる、はいはい。いや、はい、ならちゃん、はい、よし、いいね、ベス、はい、よし、はい、ベス行くよ、はい、よし、皆さんもワンちゃん、お家でたくさん遊ばせてくださいね。